こんにちは。紙物好きの雑記帳95回目の投稿になります。今日は、紙物素材の交換便、こちらの紹介動画とさせていただきます。よろしければ最後までお付き合いください。つい最近ですね、お友達と紙物素材の交換をしました。で、届いたパッケージがこちらになるんですが、送り主の方はあけあけさんという方です。Facebook の方で、お友達になっている方で、何度かねメッセージのやり取りをしながら、紙物のね、素材交換をしましょうという流れになりまして、はい、今回それが実現しました。で、実際ね、じゃあ交換をしましょうということになった段階で、一番初めに2人で決めたことがあります。それはパッケージの大きさになります。はい、いつもね使っているものなんですけども、日本国内の方との交換の時にはね、こちら、郵便局の方から出てますスマートレターというものになります。こちらの方は英語サイズで、重さが 1kg まで、で厚さがねこんな感じ、 2cm までのこのパッケージの中に、入る範囲で、全国一律で180円で送れるというものなんですね。送料がねお安いので、気軽に負担なくね、送り合えるかなということで、まずこちらでじゃあ交換しましょうということで、はい、することになりました。これからね紙物の、素材などのね交換をしたいなっていう方で、例えばね送料の方がねあまり負担かけたくないなという方にはとてもおすすめのものです。それではね、こちらの方のパッケージの中身の紹介をしたいと思います。こんな形でですね、すごく効率よく、ほらこんな感じに綺麗にねパッキングして詰めていただきました。中から出てきたのは、こんなね、かわいいパッケージが3つ入ってました。それでは、こちらの、かわいいピンクのパッケージから紹介していきたいと思います。こちらね、平袋アレンジなんですよ。すごくね、綺麗なピンクの、ペーパードイリーが平袋の上にこんな感じでね、かぶさっていて、そして、このお花のレースですねがアクセントとしてついています。とっても可愛いです。で、これね一見すると平袋もあれこんな薄いピンクのね可愛い平袋あったのかななんて私思ったんですけども、実は中を見てみるとこんな感じに中にね入ってるものがピンクのね薄ばらみに包まってたんですね。このピンクがこのね平袋の下からねうっすらと見えてて、全体がねピンクのパッケージに見えたんですね。すごい可愛いです。で、こちらの方を開けてみますと、もうあけあけさんありがとうございます。私のもうね好みをすごく知り尽くしてる感じです。まず最初こちら、これアンティークでしょうね、多分ねの、レースリボンになっています。すごくね珍しいタイプですねこれね。私このタイプのレースはね実はあんまり持っていなくて、すごい貴重なんじゃないですかこれ。もしかして、ありがとうございます。大事に使わせていただきます。そして次こちら、これはねバテレンレースというものです。リボンをねこんな感じのお花のねまず形に組みまして、でその、リボンの間に糸をね通していってレース状にしていくんですね。手が込んでるレースです。でもこれもね可愛いですね。バッグとかね何かそういうののアクセントに使いたいなとも思いますし、または、ジャーナルなどの
表紙なんかにもすごくね、アイキャッチになりますよね。ありがとうございます。で、こちらはアイレットの、こちらね、夏らしい感じですね、のレースになります。こちらもとっても可愛いです。そして細かいのがね、たくさんあるんですよ。こちらよいしょ。じゃあこちらから、これはね、モノグラムって言って、多分スイスかどこかのだと思うんですけども、フランスかスイスか。これね、アルファベット、自分のね、イニシャルを書いて、ハンカチとか、自分の持ち物につけていくというアンティークのものです。こんな貴重なものありがとうございます。そして、こちらの方は、ナンバーテープになりますね。これもね、フランスとかのだと思うんですけども、アンティークですよね、これもね。で、こちらすごくかわいい、このリボンですよね。ピンクのね、お花の刺繍がとってもかわいいです。で、これもレースリボンでしょうかね。すごいかわいい、どれも。こんな感じ。で、こちらはテープリボンですね。明明さんはね、パッチワークをされてる方なので、多分ね、こういったソーイング関係の小物なんかを好まれて、集めてらっしゃるのかななんて思いました。とっても可愛いです。ありがとうございます。では次に、こちらの方の平袋から、こちらはね、白いペーパード入りがつけられていて、そしてこれはアンティークものですね。このね、ゴールドの感じがすごくいいですね。これは何だろう、香水瓶だったりとか、石鹸のラベルかなとは思うんですけども、すごく素敵です。私ね、この女性のね、着ているドレスの色、サーモンピンク、コーラルピンクですね、がすごく好きなので、本当にこれ嬉しいです。でね、もう一つ嬉しいことに、しっかりとのり付けされてないんですね。なので、これ私ベリッと申し訳ないです。剥がしてジャーナルにもちろん使わせていただきます。ありがとうございます。で、中から出てくるものは、ファブリックですね。ファブリックに包まれて、こちらも細々しいものがたくさん入っています。ああ、レースがたくさんですね。お花のトリム、白とそれからピンク、このままね、テープとしても使えますけども、一つ一つね、切り離して、シールのような感じで使ってもいいかもしれないです。先ほどね、こちらピンクのドイリーについてたのが、ちょっと色違いバージョンでしょうかね。こんな感じで使うことができますね。ありがとうございます。ああ、そしてさらに細かい、これ、ああ、かわいい、このお花。ああ、これ大好きですね、私ね、この細かさが。もうほんと使いたいですね、すぐにでもね、これね。それからこちらは綺麗なね、白のレースです。繊細なね、こんな感じの、こう透ける感じのね、レース、とても綺麗ですよね。なんかこんなにたくさんいただきました。ありがとうございます。それからお花のモチーフの、今度は大きいバージョンです。これもね、一つ一つ切っていろいろ使えそうですね。それからこちらの方は
しごレースですね。ちょうどね、この中央部分がね、はしごのような感じになっていて、サテンリボンとかをね、こう中に、編んでいくような感じに入れるとね、すごくアクセントになっていいんですよね。ありがとうございます。そしてですね、私こちらのパッケージね、いただいてから嬉しくて何度もね、実は出したりしまったりして眺めてたんですが、2回目3回目ぐらいでやっと気づいたことがあるんです。でね、こちらキルティングニードルズってキルト用の針なんですよ。で、先ほど言ったようにあけあけさん、パッチワークの方ね、お仕事にされてるんですね。なので、まあ、その兼ね合いで、私にもね、こちらのパッチワークの針の方をね、分けていただいたんだなぁなんて思って、で、パッケージがすごくね、可愛いなと思って、ただでも確認もせずそのままこう見てたんです。で、3回目になって、そういえばキルティング用の針と普通の針ってどう違うのかなと思って、私ね、こうやって中をね、確認しようとしたんです。で、そしたらなんと出てきたのが針ではなくて、こんなね、かわいいボタンたちだったんです。びっくりしました。ありがとうございます。私ね、ボタンも本当に大好きでね、いろいろコレクションしてるんですけれども、ここら辺のグレーのボタン、それから白のこのお花のボタンは、これはね、今ではね、結構もう珍しい貝ボタンなんですよね。私貝ボタン本当に大好きで、貴重なものありがとうございます。そしてお花、小花模様のついたね、こちらプラスチックになると思うんですけども、それでもね、とっても可愛いボタンと、こちらはこれもね、プラスチックだと思いますけれども、カッティングがね、すごい綺麗なキラキラとするね、それも私の大好きなブルーの、はい、ボタンで、これからのね、季節にね、なんかとても涼しげでいいですよね。ありがとうございます。なので本当びっくりしました。ということは、もしかしてこちらも針じゃないのかなと思って、恐る恐る開けてみたんですね。こんな感じで、で、そうしましたら出てきたものが RR リコットリコの R のこれワッペンっていうんでしょうかね、ですよね、アイロンで接着できるタイプの、すごいかわいい、これありがとうございます。びっくりしました。危ない危ない、気がつかないでそのまま針だと思ってお裁縫箱にしまっちゃうところでした。ありがとうございます。そしてこれらのものが包まっていたファブリックなんですが、こちらね、すごく綺麗なね、色味の紫に、グレーがかったね、落ち着いたトーンのね、ファブリックなんですが、すごくね、これ手触りがいいんですね。これって私あんまりファブリック詳しくないんですけども、リバティっていうものじゃないでしょうかね、どうなんでしょう。すごくね、手触りがいいです。キメの細かいね、上質なファブリックになっています。これもね、いろいろと考えながら使わせていただきます。ありがとうございます。さあ、そしてこちら、もうね、このパリパリの音が何とも言えないですね。クラシンのバッグね、このね、バッグも破らないようにして、シワをね、しっかり伸ばしてリサイクルしていきたいと思います。で、この中からもね、たくさんいろいろ出てきました。で、まずこちらはお手紙なんですね。すごくね、嬉しいメッセージが書いてありました。じっくりと読ませていただきました。ありがとうございます。
紙物が本当にぎっしりで、こちら、かわいいペーパーにレースがね施してあるんですけどね、これでねいちいちかわいくねパッキングしてくださいましたよ。でこの中に入っていたものはシールです。すごいねなんか使いやすそうなシールがたくさん入っていました。蝶々、それからスイーツ、美味しそうですね。こちらはバラの花から忘れな草、忘れな草の花もね私好きな花の一つなんですよね。で私ね実はこれこのシールの中で一番のお気に入りなんですが、ちょっとねあのシノワズリーな感じがとても好きでですね、これいいですね。そのティーパーティー、アリスのティーパーティーなんかにも使えたらなと思っています。バラの花、鳥さん、時計、これもね、なんかちょっとシノワズリーな感じがします。すごいね素敵なシール、私持っていないものばかりです。ありがとうございます。でその次にこちらのパッケージの中から出てきたものはこちらね、ブックマーク型の付箋ですね。ダイソーで売られているものです。実はね私こちらの方は持っていたんです。ただすべてね海外の方との交換便で送ってしまって、で自分が使いたいなと思って、買いに行ったらもうなんかねどこにも売っていなくてちょっとねがっかりしてたところだったんです。ですから今回これいただいてすごく嬉しかったです。で同じ、シリーズでこちらは、遊園地バージョンですね。こちらは自分でね買ったことがなかったので、はい、いろいろと使わせていただきますね。ありがとうございます。それからこちら海外の、ポストカードですよね。すごい羽、すごく綺麗な色味です。それからドーナツとカップケーキ、とっても可愛いですね。ここら辺もね、ありがとうございます。これもしかしてご自分で作られたものなのかな。なんかねバラのお花の上にペーパードリリーがねこう薄く乗っている感じで、なんかこうハンドメイドな感じのメモ帳、メモに見えます。はい、そしてアリスのディズニーバージョンですね。こちらねとっても可愛いでね、まるっとこれいただいた感じです。でねこれ見ると Not for sale と書いてあるので非売品らしいんですよね。なんか貴重なものですよね。ということはね、いただいちゃっていいんでしょうか。ありがとうございます。そして何よりも気に入ったのが、すべてこれねポストカードのバッグが黒なんですよね。だからこうアリスがね結構これカラフルじゃないですか、ディズニーのアリスって。なんだけど後ろがブラックになってるので結構ね落ち着いた感じに使えそうなので、ぜひねこの中の何枚かは、私のアリスジャーナルの中に使わせていただきたいと思います。これかわいいですね。貴重なものをありがとうございます。そしてもう一つこちらねアリスがあるんですけども、こちらはねちょっと厚めのメモパッドというかグリーティングカードでしょうかね。はがきよりはちょっと薄いかなっていう感じなんですけども、これね、バラの花とティーカップと一緒に小さなリスがねこんな感じでいてとても可愛いです。黄色の封筒でこれもねぜひ使いたいと思います。
で次はですねこちら袋物ですね。これはアイスクリームサンドイッチ、かわいい。そして窓付きで、これなんだろう、ハンバーガー、それともドーナツかわいいですね。これも海外物ですよね。そしてちょっとロー引きのような感じ、しっとりした感じの封筒です。ありがとうございます。でそれからここら辺からはね、いろいろな珍しいメモとか伝票とかになりますね。海外の伝票、それからメモ用紙ですね。この星座のすごく素敵だなと思います。ここら辺なんか一冊になってるのかな、どうなんでしょう。同じようなね感じで、点線がね、切り取り線が入っていて、こうやって3分割できるようになっています。今までのこちらも全部。あ、どれも持ってないものばかりで珍しいです。そしてこれはなんかパターンペーパーっぽいですね。色味が結構好きですね、私これね。それからルーズリーフ、あー、これね、小さくねドットがたくさん書いてあります。文字が綺麗に書けるノートってやつですね、これね。それから縞になっている筋入りっていうんですかね、これね、薄い紙と同じですね。でこちらはね、あの日めくりカレンダー用の紙だと思うんですが、表面がね光沢があってツルツルしてて、でもすごく薄いんです、こんな感じで。ありがとうございます。それから、クラフトシーのすごく薄い色合いのものですね。でここら辺からは多分100枚便箋とかそんな感じのものだと思うんですが、はい、これはもうアリスのティーパーティー、ぜひぜひ使わせていただきます。そしてパン、プレッツェル、パンこれかわいい、コッペパンでこちらは植物図鑑ですね。とっても素敵、後ろもこれはあります。こちらも白黒のこんな感じ。あら、後ろは貝殻になってますね。ありがとうございます。本当にどれも持ってないです。これはちょっと厚めの紙で、ヴィンテージの伝票なんかがちょっとコラージュしてあるような紙ですね。では洋書からのページでしょうかね。こうソーイングな感じです。これなんだろう、刺繍かなんかかな。ちょっとねこれ何かわからないですけど、面白いですね。パターンが載っていてソーイングジャーナルに最適かと思います。そしてこちらすごくね綺麗な、これでもどっかで見たことあるんだな、この絵柄と、あのちょっと名前が出てこないですけど、これねうさちゃんがいるんです。すごく綺麗、色味がね。でこれねちょっとプラスチックっぽい素材になっていて、これねシート状の、これなんだろう、壁紙なんでしょうね。あのシールのように多分好みの大きさに切って使えるものだと思うんですけども、すごく珍しいものですね。ありがとうございます。それから洋書からのページ、すごいいいですね。これね、なんか塗り絵とかしても面白そうです。サプライズミー。書くところがたくさんあって嬉しいですね、こういうのね。そしてこちら、ものすごくこれヴィンテージとかアンティークじゃないですか。この色味もう火に焼け焼けですね。これ子供用の単語
お勉強するワークブックみたいな感じなんですけど、これね、ともするとパキって割れます。これほら見えます？あ、割れちゃった。だから相当古いものだと思います。ちょっとね、これ大事に使わせていただきます。塗り絵とかできて単語の練習とかするワークシートですよね。こちらも同じく、わあ、なんかパキパキ割れる音がします。 うさぎさんとかピエロとかかわいいですね。これは塗り絵のページでしょうね。こんな感じ。わあ、嬉しいな。そしてこちらの目の覚めるような色味の薄紙、なんかね、これ大正の、女の人の着物の柄のような和風ペーパーですよね、これね。なんかすごく色味が斬新で素敵です。ありがとうございます。そしてこちら、グラシン紙の、小さな作文の用紙ですね、これね。面白い、こんなのあるんですね。これ緑色の縁から青い縁、ピンクの縁、3種類。すごい。そしてこれも原稿用紙なんですけども、一マスがね、おっきいです。が、多分ね、小学生、の低学年用なんでしょうかね。年、組、名前。すごい可愛いですね、これね。で、こちらが最後になりますが、やはりグラシン紙のこちらは大判ですね、の原稿用紙になります。こんな感じで3枚もいただきました。嬉しいな。明明さん、ありがとうございます。メッセージの中にはね、現行品ばかりですみませんなんて書いてあったんですけども、とんでもないです。アンティークなものもたくさん入れていただいてますし、アンティークじゃないものも、私本当にね、どれ一つとして、ダイソーのブックマークのシールだけ唯一持っていたのは、あとは全部ね、持ってないし、ましてや初めて見たものばかりです。だから本当に貴重なものをどうもありがとうございました。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしければコメントの方、それからグッドマーク、そしてチャンネル登録の方、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今日もここまでお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。